皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は10年後の自分に向けて言っておきたい言葉について話をさせていただきます。日々健康に十分留意して、お店にご来店いただいているお客様、それと地域社会に奉仕できるように、日々コツコツ少しずつで良いから奉仕して、一歩一歩前進することを心がけて、日本そして世界の人々が平和で安心安全に暮らせる社会を作る努力をしていくようにしてくださいと、10年後の自分に言いたいです。以上が10年後の自分に向けて言っておきたい言葉です。ありがとうございました。